で、本当に5日なのか、もう完成してるのか、そこをちょっと知りたいところだね。というか、エアコンあるんだ。というか、怖いな、線香とかあって。お、ここまで回復するんだ。あ、いや、ん？納屋の様子がいつもと違う。なんだ？そんなアイコンが出ること初めてだな。まあ見に行ってみようか、ちょっと。ブラザー建設。今作ってくれてるのかな？撫でる。なんだろう、ちょっと見てみようか。お。これ収穫できるんじゃない？ああ、一箇所水撒き忘れたのか。残念だな、それは。で、ブラザー建設じゃないわ。納屋の様子がいつもと違うっていうのは気になるね。で、水撒いて。オッケーじゃないとね。ん？お、豚が増えてる。ああ。撫でるのはいいけど、まずは、餌を与えないと。で、回収して。で、おお、いいね。ノーマルキノコゲットだ。あ、下の子、撫でてないな。まあいいや。まずはこれ開いて。そんなことがあるんだね。まあ、増えたら一匹売ってもいいなっていう感じでもあるな。そして、ここ水まいて、ここも水まいて、で、上もちゃんと水まいていかないと。一つ漏れてるのは痛いな。どうしようか。まあ、一応。枝も回収したいしね。枝というか木か。おお、いいね。早く回収できるようになったぞ。よし、エスカルゴを回収して。ん？迷うな。先に街行くか。なんか、ソニックボーイのレベルアップがなんかできたらいいしね。ちょっと見に行こうか。あ、そうだ。ここもちょっと気になるけどな。話す。ダニエルは大したもの。どっちだよ。どっちのダニエルだ？ ついつい突っ込んでしまった。さあ、アルバの研究結果が何か出てきたかな？来たよ、アルバ。ガチガチ。それは何？完成したの？何が完成したんだ？うん。とくとご覧あれ。これも実験？本日の主役の登場です。ん？ダニエルだ。かっこ兄ね。こんにちは。お手伝いに来たんだ。じゃあ始めよう。オーケー。ん？水？トマトの鉢に新発売の栄養どう入れてみたの？エネルギージェムが植物の成長を加速させてくれる。ただし、水やりを増やす必要があるわ。ん？これでいい？お、え？実験成功。ああ、トマトだ。あっという間に大きくなった。これがエネルギージェムの力？その通り。じゃあ、僕は行くね。ありがとう。それから注文品。下、水菜が届いているか、ウィリアムに確認しておいて。うん。あとこれ持ってって。お？私は少し使っただけだから、この機械で畑全体に行き渡らせるだけの栄養土を作ってね。え？隣のあれね。やった！作物が育つまでずっと待たなくても良くなったね。でも覚えておいて。ジェムの効果は永遠に続くわけじゃないから。
効果が切れたらまた地道に畑仕事をするのよ。へえ。ちなみにこれは？あ、なんもないか。まあ好感度とかあんまないしね。爆弾？こう、アップグレード。へえ。あ、はあはあはあ、なるほど。栄養分を高めて、土壌豊かにし、植物の成長を早める。ん？そうか。鉱物が必要なんだ。あれ、鉱物ってどこでゲットできるんだったの？どうしようかな。これは永遠ではないのか？あ、またゲットしないといけないのね。なるほど、なるほど。まあ、サクッとじゃあ、ソニックボーイの容量も増やして、いろいろするか。え、ここは何が？ 50、結構でかいな。で、何か変化は？ないか。まあ、ちょっと買うか。面白いもあるかな。なんだこれ、あ、ぶどうか。7日かかる。どうしようかな。1個だけ買うっていうのもあるね。ありだけど。というか大根の50か。まあもう植えるとこもあんまないしな。あ、ここら辺もうアップグレードないんだな。1個買っとくか。畑に場所が1個あったからね。あ、ほうれん草もある。あ、きゅうり。おお。で、それよりワインダルを注文しないといけないんだね。今日何回収したんだっけ。小麦か。ああ、小麦粉作ってない。あれ、32。小麦粉使って料理した方がいいのか。えのきは？えのきは？えのきは、あれ？えのき、あ、ある。えのきだけ。えのきだけ全部とりあえず売っておこう。きくらげも売っとくか。あ、ちょうどいいね。注文しておこうか。まあいいんだろう。とりあえずこれだけは買っておく。ま、まいだり。てかこの奥とか何もないわな。じゃあ次の日ワインダルが届くというわけだ。まあとりあえずそのブドウを植えて、ブドウを一個植えるだけ。なんかした方が良かったかな。とりあえず水やって、畑広くしといた方がいいかな。あれ、ブラザーケンツ見えないな。また招待したいと思った。あ、ちょっと忘れてた。このちっちゃいのであまり意味ないか。鉱物は大きいやつからしか出ないかな。とりあえず地下に行ってちょっと調査しようか。昨日のレンコンが残ってる。よし。で、いいね。え、なんか新しいアイコンとか出てんのかな。ボンバーマイン。とりあえずサクッと行ってもらって。今日は普通かな？お、20に増えてる。これで地下に行きやすくなったね。おお。とりあえずここに
っちゃうか。で、今のような爆発するやつがあったら積極的に壊せって。うん。迷う。あ、もうダメだ。いいね。サクッと近い。で、また爆発を巻き込まないと。いいね。いいね。3連続。で、ここに置いて。お、ここか。今日はハズレの日のような予感がするな。とりあえずつなげているって感じだな。よし、ここだ。あ、地下に行きましょうか。とりあえず猶予があるって感じだな。なるほど。ないな。とりあえずここに1個行って。違うか。ん？ここか。え？お？え？なかなかで。今回ハズレの回だな、おそらく。いいね。お、で、8階の必ず下の階の穴があるって感じか。真ん中気になるなぁ。で、爆弾用の鉱物は、ここか。地下に降りちゃうか。よし、10回。とりあえず前回の最高点はいった感じかな。よし、ない。残念。ここはやっておけと言わんばかりだ。よし。2個もの残ってる。地下に行けば行くほどいいものが出るという感じなんだろうけど。ほうほうほう。ここいいね。ここでわかる。え？怖っ。怖っ。あー、ちょっとうまくいかんかったな。その黄色の鉱石は一つだけ出たという感じかな。全然出なかったな。とりあえず明日の分はどんだけ増えるんだ。20か。お、24マックスか。いいね。てかそんなに鉱石取らなかったか自分今日は。なるほどね。まだちょっと時間あるな。どうしようかな。あ、ちょっとピクルスの調子も見ないとね。サワークラフトになってるかな。いやー、もうそろそろ大きいな、鉱石を壊して。あ、下の方とか行きたいんだけどね。行けないかも。まだ行けないか。サクッと壊れるな。出ないね。これは壊せる？無理か。
まあ無理だろうなと思ってはいたけど、鶏も随分遠いところまで来る。種がない。どうしよう。お金ちょっと貯まったから大根でも買うか。あ、大根か。買う前にいろいろやること忘れてるよ、ピクルス。いろいろありすぎて。ピクルスは？ウィリアム商店、ウィリアム商店じゃないの。あ、まだか、もしかして。結構時間がかかるタイプなんだな。ミキサー、今は何もできないのか。ああ、次の日に、なんだろう、ワインダルが届くから、それを楽しみにしようか。鉱石がもうちょっと出ると嬉しいんだけどな。まあ、なかなかうまくいかないもんだからね。とりあえず商店に入って。高品質ね。どうしようか。買って。どうしよう。お米って持ってなかったか。お米植えちゃおうか。あ、お米あるよね。大根を植えるにはちょっと卵を売るか。これで45。よし。お米ってそんなに回収しなくてもいいよな。とりあえず玉ねぎの種とか買っておかないとな、今度は。まあ今日は普通に寝るという感じかな。ここに誰かいればいいんだけど、いないから仕方なく大根植えるか。大根植えるのはこの上だ。すぐ葉っぱが出てくるんだよね。この世界の大根はどうなってるんだ。さあ、じゃあ夕食までスキップして、で食事に しようか。しまった。焼き魚にするか。焼き魚作れるかね。作れる。鯛を焼いて、夕飯にしようか。シンプルに回復量が少ないけど、まあいいか。30ね。ぶどう植えたと。あ、輝く。鉱山で発見したと。あ、鶏の小屋を明日で完成するんだ。意外と早いね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。